2021. We're living on Mother Earth. People laughing, birds singing, transporting, manufacturing, constructing. Now we have to know that everything is connected. No borders. No discrimination. Lots of love and peace. It's time to learn more for the beautiful next 100 years. Welcome to the new radio social community with Kini Mansu Tsukamoto Niki. no Kareji. 今週はね月曜日からお仕事頑張りマンです、私。今日うも、ね、ここに来る前にちょっと人仕事ちょっとやってまいりました。はいえー、英語の通訳の方のの、ね、お仕事、今日うは、えー、日中あるところでやってきたんですけれど。 まあの以前、明日のカレッジでさんあの出演してくださったこともあります、ドキュメンタリー映画配給会社、ユナイテッド・ピープルの代表の関根さんの会、ね、以前ありましたけれど、そのユナイテッド・ピープルが主催している国際平和映像祭、UFPFF っていう、えー、省略なんですけれど、この映像祭に私、英語通訳として参加してまいりました。 まあ思い起こせばね私が最初に英語翻訳通訳っていうお仕事を始めた頃からのご縁でしてこのこちらの団体さん、会社さんとはねなのでまあ私も今回も今年もちょっと、えー、協力してまいりましてでこの国際平和映像祭どんな映画祭イベントかと言いますと、えー、まず明日九9月21日って 国連が定めたピースデー、平和の日っていうの、ご存知でしたかまあね、あのー、1年に1日ぐらいは世界が平和な日っていうのがあってもいいんじゃないかっていう1人の男性が思いを、えー、声を上げて訴えたことがきっかけで制定されたこのピースデー。 今日あったんですねでここでも世界各地から、えー、25歳までの若者たちがさまざまな手法で、えー、短編映画を、えー、短編映像作品を作りまして戦争とは平和とは何かということを考えさせられるそんな、えー、魅力がある、えー、10, 10本の短編 映像作品がセレクションされましたで私が担当したのは授、えー、賞式とあとその後の審査員たちのアフタートークだったんですけれどまあこれがね気づいたらもう2時間近くずーっと通訳しっぱなしだったんですよ。まあ私結構なんでしょうねあの自分で言うのもあれだ,あれだけど結構普通じゃできないことができちゃったりする変なねモードに入って 時ああるんですよあのイベントの通訳ブースって、ね、こう結構狭い部屋に閉じこもってあのこうマイクとイヤホンでずっとこう通訳してるっていう感じなんですけれどあれもね本当にもう集中しまくるとあれみたいあのドラゴンボールの精神精神と時の部屋みたいなあんななんか、ね、ちょっとこう変なゾーンに入っちゃうんですよ。もうそれぐらいもうずっと平和とは戦争とはえプロパガンダの歴史とは。 難民とは、私たちができることとは、メディアの責任とはっていうね結構、えーまあ、ヘビーだけれどすごく私個人的には興味深いト,トピックがいっぱい出てきまして、もうそういう時はねやっぱり自分が興味あるトークの通訳を任せられるとね、ねおい、よっしゃ、もう何でもやってやるカモーンって感じで、まあ、変に気合いが入っちゃうんですよね。でまあ、当然終わったら終わわっったたらでこう プシューってなるんですけれどでもそこでちょっとねこう気合を入れ直してこちらに参りましたのでえもしこの国際平和映像祭なんか面白そうだなと思った方いましたらぜひホームページでえー受賞作品の一部が見れたりしますのでこの戦争とは平和とは差別や偏見から生まれるえ格差とはいろいろなことをね平和は戦争がない状態 必ずしもそういうことではないっていういろいろ深く考えさせられるとてもいい経験でした、えー、国際平和映像祭のホームページ UFPFF、えー、ぜひチェックしてみてくださいさあそれでは参りましょう9月20日月曜日の明日のカレッジ今日のクラスはこちらです明日の世界学部世界を旅する餃子 改めまして、キニマンス塚本二輝です。今週もよろしくお願いします。はい、今週はですね、食欲の秋ということで、明日のカレッジでは、今日月曜から水曜日までの3日間、食べ物の話、てんこ盛りでお届けいたします。その初日の今日は、餃子です。はい、皆さん、餃子はお好きでしょうか、まあ嫌い っていう人は私は今まで会ったことないですねまあ、餃子と一言で言ってもまあ、焼き餃子蒸し餃子水餃子いろいろありますけれど私はね正直特にめっちゃこだわりはないですもう目の前に置かれたら何でも美味しくいただいちゃう自信がありますはい。ただねこの餃子というものはおかずなのかいや 単体でで食食べるまあむしろ主食なのかっていうそこでね意見が分かれるらしいですしあとまあそのねあそこの店は絶対にうまいとかどうせ食べるならここここここ流の餃子だっていうねこだわりある方もいるかもしれませんあとまあ日本の餃子中国の餃子ねこう違いはあるのかでそれでまあ餃子というものは中華料理ですけれどよく世界を見てみると ロシアのペリメニとかイタリアのラビオリとか何ならインドのサモサあれも一種の餃子といえるんじゃないのかというそんなね考えてみたら餃子ってどこまで行くんだろうっていうことも気になります。そこで今日は世界の餃子について東京餃子通信の編集長塚田良一さんにお話を聞いていきます。 皆さんの餃子にまつわる素朴な質問または思い出のエピソードなどありましたらぜひ教えてください。ツイッターはカタカナで「ハッシュタグ明日のカレッジ」メールはローマ字で明日のアットマーク tbs.co.jp ファックスは0355620954です。 えそして今日はちょっといいこと単価も大募集あなたの日々のちょっとしたいいことを単価に定めて送ってくださいツイッターやインスタグラムに投稿する際は「ハッシュタグちょっといいこと単価をつけて「ちょっといいことはひらがな単価は漢字」ですねえまた通常の明日のカレッジのメールアドレスやファックス番号でも受け付けています 今日は TBS の斉藤慎太郎アナウンサーが一緒に読んでくださいますのでどうぞお楽しみにそれでは今日のオープニングは先ほど第76回国連総会に出席しパフォーマンスも披露した BTS「Permission to Dance」。 はい、YouTube の皆さん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。はい、もうね、ここから3日間は、かなりお腹が空く覚悟で聞いていただきたいなと思いますが、えー、準備はよろしいでしょうか。はい、えー、今日はですね、餃子のあれこれに迫りますが、まあ、私も餃子はね、普通に好き。本当になんでしょう。大好物でもないけど、目の前でされたら、喜んでバクバク食べる。 ぐらいの、まあ、人なんですけれど、まあ、実はこの餃子結構奥を、まあ、掘れば掘るほど深いらしいので、このね、ちょっと餃子の世界についていろいろ、餃子の世界世界の餃子について学んでいきましょう。皆さんからの餃子にまつわるおすすめのお店とかね、何かこう自分のとこのこの味付けがうまいとか、何ありましたら、もう何でも送ってください。チャット欄またはツイッターメールでもお待ちしております。今日はもよろしくお願いします。 明日のカレッジ。時刻は10時12分になりました。ここで TBS ニュースニュースデスク中村さんお願いします。はい。東京都は今日新型コロナの感染者が新たに302人確認されたと発表しました。連休中で検査件数が減るため感染者の発表も少なくなりますが。 先週の月曜日の半分以下に減っていて一日あたりの発表が500人を下回ったのは7月5日以来2ヶ月半ぶりですまた新たに4人の死亡も確認されています一方全国で入院できている感染者のうち重症者は1454人で1月の第3波や5月の第4波のピークを上回る高止まりの状態が続いています 東京浜村市で妹の首を絞め殺害しようとしたとして77歳の女が逮捕されました妹は死亡しています逮捕されたのは小玉菊代容疑者77歳で今日午前浜村市に住む妹の後藤紀美子さん74歳の家で後藤さんの首を絞め殺害しようとした疑いが持たれています後藤さんはその後死亡しました小玉容疑者は妹に頼まれ首を絞めたと容疑を認めているということです 児玉容疑者は今年4月に同居していた当時47歳の三男を殺害したとして食卓殺人の罪で起訴され7月に保釈されていました警視庁が詳しい経緯を調べていますロシア中部ペルミにある国立大学で20日銃撃があり少なくとも6人が死亡しました ロシア保健省によりますと銃撃を受けた他に校舎の窓から飛び降りるなどして合わせて24人が負傷しうち1人は重体だということです銃撃したのはこの大学の学生で治安当局によって身柄が拘束されましたロシアメディアはこの学生は18歳で狩猟用として銃を入手したと伝えていて当局が動機などを調べています今日行われたプロ野球5試合の結果です セ・リーグ、DNA 対中日は、六対零で DNA が勝ちました。ヤクルト対広島は、二対二の引き分け。パ・リーグ、日本ハム対ロッテは、一対零でロッテが勝ちました。オリックス対西部は、六対四で西部の勝ち。そして、楽天対ソフトバンクは、五対四でソフトバンクが楽天を下しています。 大相撲秋場所9日目ただ1人全勝だった新横綱照ノ富士が平幕大栄翔に寄り切られ初黒星を喫しました大関陣は正代が千代翔馬を押し出して6勝目を挙げ角番の貴景勝も小結高安を押し出し初めて白星を先行させました関脇は御嶽海が霧馬山に送り出され3敗明生は玉鷲を突き出して4勝目です 秋場所は九日目を終えていっぱいの照ノ富士を平幕五人が二敗で追う展開となっています以上ニュースをお伝えしました中村さんありがとうございましたお知らせの後は今日の講師が登場します 明日のカレンジ」ッジ。 It's time to learn more for the beautiful next 100 years 次の100年ののの年ために明明日日カカレレッッジラジジラオとででお送りしていまますすすき塚本にきです今夜のクラスは明日の世界学部世界を旅する餃子今夜の講師の方をお呼びしましょう 餃子専門ブログ東京餃子通信編集長で「餃子は完全食」というスローガンのもとおいしい餃子を求めて日本風はもちろん世界中の餃子風料理を日々食べ歩いていらっしゃいますこれまで食べ歩いた餃子店の数はなんと3000店以上作って食べて走れる業界のオールラウンダー塚田良一さんです 塚田さんよろししくお願いますこの今ね原稿なんですけれど「業界の行」の字が「あの餃子の行」になってましてちょっと最初なんかこれ間違えたのかなと思ったんですけれど実際に「業界人」そうですね業界人として活動させていただいてます。餃 はびこらせていらっしゃる塚田良一さんです。よろしくお願いいたします。シーシャツにもね、餃子って書いてありますし。はい、なんか餃子が大好きだということは伝わりました。ねはい、はい。まあ、まずですね。はい、今日は。はい、まあ、世界の餃子というわけですが、はい、まあ、やっぱり発祥は中国ということは確かです、はい。まあ、これも小説あるんですけれども、まあ、餃子っていう、あの名前、餃子っていうか、チャオズですね。チャオズとして普及しているのは、まあ、あの中国の。 あの辺から生まれてきたっていうふうには言われてますね、はい、じゃあまずその中国からアジアに各地に餃子はどう広がったのかについてちょっとお聞きしてもよろしいですかまずあのーまあ、中国の餃子ってそもそもまあ日本の餃子だとだと焼いてると思うんですけれども水、まあ水餃子なんですよね。でこれってあの皮を食べるっていうのが主で、まあ、主食として小麦を食べるための。 まあ料理なんですよ小麦を美味しく食べるために,ためにあんが包まれてるスープに入ってるっていうための食べ物なんですね。なのでその小麦を主食としている地域にはかなり全般的に広がっているまあ餃子とは呼ばれてないんですけれども食べ物になってきてます。なるほど、はい、私なんか餃子の一番美味しいのはまあ中身なんじゃないのかなと思ったんですかなんで麺類の一つだと思っていた方がいた方が はい、なるほどでそれであの例えば韓国にこれ伝わってきたやつがマンドゥって言ってですね、うんまあ、結構大きい、あのー、なんですかねワ、えー、ンタンみたいな形で包むんですがかなり大きい漁師サイズぐらいの、はい、そうですね、はい、でそういった、あのーまあ、茹でて食べたりとかそれがまた、えー、と揚げたり焼いたりとかですね、まあ、別の食べ方もされるようになってきた<ん>、はい、韓国ではマン マントゥーマンジューに聞こえますね。なんで語源はマンジューだと思います、うんへ。それも中身にお肉とか野菜とかそうです、ね、キムチが入ってたりとか。でもそれもやっぱりその小麦が主役です。でこれが同じようにあの逆に西の方に行ってモンゴルの方に行くと、うん、またあの向こうだったら羊を食べるんで羊を包んだ。 えと小麦の餃子で晩糸っていうものだったりとか、うん、あとは蒸したやつは坊主っていうんですけれども、はい、そういったあの餃子があるんですね<ー>で坊主は、まあ、パオズですね、まあ、小籠包のポーと同じ、はい、なので包む子供って書く包む子供やつが、まあ、モンゴル行くと坊主って呼ばれていて<ー>、まあ、そんな形で、えー、とモンゴルの方にも広がっていってますし。うん であとあのさっき韓国でマンドゥーっていう話しましたけども、はい、これがあのトルコ行ってもですね、うん、マンドゥーっていう今度は逆にこんなちっちゃいですねこんなもうもなこ,これぐら,、ね、ぐらいの大きさですかいやもっとちっちゃいです、ね、どんぐりぐらいの大きさですはいそれぐらいのでちっちゃければちっちゃいほどその料理が上手だって言われるようなあのマンドゥーっていうこれはあのヨーグルトソースかけたりとかですね トルコで食べるこれも水餃子なんですけれども<あ>そういったもうどんぐりぐらいの大きさで小麦粉の生地で、はい、こ,うこう広やってですねこう細かく切ってそれでこうちっちゃい餃子を包んでいくっていうようなそれをなんかお皿いっぱいに持ってこうんでしょうスプーンかなんかでこうひょいぱくひょいぱくみでいなで、はいえー、ヨーグルトソースですク とかがちょっとかかってたりとかしてですね。熱々なんで熱いです。はい。熱いんだ。ヨーグルトソースもまあ中央アジア全般的にあの保存食として使われるんで、なのでまあトルコからあとはまあトルコの遊牧民族がいるまあ。 ウズベキスタンとかですね、はい、あとはあの新疆ウイグル地区だったりああいうところにもやっぱり、えっと、マントゥーとかマンドゥーっていう言葉に近いような小麦の料理っていうのが結構広がっていたりします。うこういったあのここまで、はい、もうかなりのあの餃餃子系、はい、餃子風の料理をご紹介頂い,いてますけれど、はい、こういったものはそのその各国現地では、はい。 日常的に食べるものとしても、もうですね本基本的には、うん、あの本当にえっ、ー、と家庭の料理だったりとか、うん、あとはまあ,あのお祝いの時に食べるっていうのは結構あってですね。うん、あの例えば。 あの新年を迎えるのにこれあの中国もそうですしモンゴルもそうなんですけども、はい、新しい年を迎えるのに家族でみんなで集まってこの餃子とかですね、うん、え晩秋作って<ー>でそれをみんなで、えー、年明けるときに食べるっていうような、まあ、年越しそばみたいなイメージで食べられるような食べ方も、はい されてたりするす。まあお祝いだったりとか、うん、あのそれなんか記念の時に食べるような食べ物としても使われてたりします。そういうのは結構その家庭のたくさんの人たちがみんなで集まってこう延々とたくさん、はい、たくさん作るのをそのそうそうお祝いのうちの一つっていう感じなんですね。はい、すねえーえー。じゃあもうここまでで、はい、中国、韓国、モンゴル トルコの話がいっぱいありましたけれど、はいはい、これって何でしょう、はい、あのなんかシルクロード的な何かでこうやっぱりこのトルコの遊牧民族が広げていったっていうところは一つあると思いますね。じゃあもうもともとその各地に小麦粉を食べる食文化があって、はい、あこういううまい食べ方があるんだっていうふうに、ねはい、そうですね。ですかね まままだまだ広がりますかあとは今度の南の方に降りていくと、まあ、あの中国でもワンタンになっていったりとかいうのはあると思いますし、うん、あとはあのネパールとかに越えていくとですね、うん、今度ももっていう、まあ、小籠包みたいな形したああの中は、まあ、現地のお肉なんで水牛とか使うんですけれども水牛ですね、はい、水牛の餃子ギ、えー、ねはい、はい あのちょっとスパイス効かせてですね、うん、あの結構日本でも食べられるお店あると思いますけど、うん、こういったものになったりとか、うん、ももはあのから皮が結構カリッとしていますっけいやえー、とももはですねあの基本は蒸して食べるものが多いですね小籠包のちょっと皮の厚いようなイメージです あのそこから揚げたりとかですね。うん、あとモモを一つのあの料理の材料にしてまた炒めて野菜と一緒に炒めて食べたりとか、はいはい、そういうちょっと変わった食べ方も現地ではしてるらしいですね。えー、あじゃあ蒸してから揚げる。そうですね。<ー>はい、そうなんですね。はい、これはあの塚田さんはこのアジア各地の、はい 餃餃子系、はい、餃子系風はもう結構食べ歩いてらっしゃるんですか、はい、そうですねあの現地に行って食べたっていうのもありますしあとはまあ,あの東京近郊にいるとあの現地の方が、あのー、そのままの味のお店を出してくれてたりするんで、うん、あのその辺のお、あのー、店に行っていろんな国の餃子を食べてますね、はい、やっぱり東京でもかなりの種類の餃子が食べられ,、ね、べられますね、はい、日本の餃子的な、はい 料理、はい、まあ、ぎょん、餃子,餃子、ね、餃子ですね。は <laughs> い、ね <laughs>、日本の餃子は餃子ですね。<laughs> はい、これはどういうルートで入ってきたか。分かります,かそうです、ね。あのー。日本の餃子はですね、あのー、まあ、最初入ってきたのは、結構前から入ってるんですけども、うん、一気に流行ったのは。あの、戦後満州から引き上げてきた。人たちが。うん、あの、向こうで覚えた。餃子を。日本で作るっていうので。始めたっていうのが。 きっかけになってます、はい、あじゃあ結構最近なんですねそうですねねそうん、なんで70年ぐらいの歴史になってきますね一気に流行ったっていうところでいうと。はい、で、うん、まあ戻ってきた時に水餃子もあったんですけれども、うん、あのーまあ、流行ったのは焼いた方の餃子で,うん、うん、で大体あの闇市とかでですね鉄板とかフライパンで、まあ、気軽にこう始められる商売として。 まあ始めた方ってていうのが多くてでその焼いた餃子がまあこれ諸説あるんですけれどもまあご飯のおかずとしてあったっていうのが結構受けたんじゃないかなっていうのでようやくそのぐらいでまあ戦後になってでお米も徐々に食べられるようになってきてでやっぱ小麦主食じゃなくてお米食べたいって って思った日本人にはそこの焼いた餃子っていうのがはまったんじゃないかなと思子ます。えー、餃子でご飯を食べるっていうのはいかがでしょう日本独特なんでしょうかう、ね、<や>なので基本的には最初に申し上げた通り小麦を主食として食べるっていうのが、まあ、この餃子系の食べ物の、うん、まあ基本の食べ方なので、はい、それをご飯と食べるっていうのは、うん、まあ あんまりいないなんでそんなこう、はいま、無理やりじゃないですけれど、ね、多分他の国から見たらな,、はい、なんでまあ関東人が、あのー、お好み焼きにライスが出てきて驚く驚きます、ね、感覚ってい私は驚きますねあの感覚と同じだと思います、はい、よくは胃袋に入るなって思いますけど <laughs> まあそれ言ったらもうなんかラーメン屋さんであのハンライス食べる人も私はちょっとすごいなーってちょっとマジマジと見てしまいますね。なんで中国から来た方が日本人がそれこそ餃子定食餃子ライス食べてたら、はい、あれ何やってんのっていう <laughs> て感じだとね。それはなんかこう必要そ,そういった人たちの中では必要ないとか。 ね、そうですねであとはまあ中国行って餃子頼んだらわかると思うんですけど出てくる量がすごいんですよあもう山ほどそうですね、うん、基本的には一皿頼むと大体一斤っていうさあの重さなんで、まあ、500g ぐらい 500g の餃子がボンと出てくるででまあこれぐらいのお皿にどさっと。 持ってる状態で出てくるんでまあ一人で食べるわけではないですけれどもあ<ー>まあそれにしても相当な量のものが出てきますんで、はい、確かにねそんなこう山盛りの餃子水餃子とですよね、はい、確かにそれだけで満足できちゃいかもしれないですね えちょっと、えー、少しお腹が空いてきたなというところでここで一曲おかけしましょうえ以前「明日のカレッジ」でライブをお披露してくれたシャン・ユウさんが歌う「餃子 明日のカレッジお送りしたのはシャンユーで餃子でした今日のテーマは明日の世界各部世界を旅する餃子講師は東京餃子通信編集長の塚田良一さんです引き続きお願いします、はい、よろしくお願いしますはい、えー、これまで3000点以上の餃子店で食べ歩いたと言われる業界人の塚田さんにここからは さらに世界を旅すする餃子についいいいてて教えたただきたいと思います、まあ、ここまではね、えーまあ、中,国中国発祥という、はい、まあ説前提でお話を始めて、はい、韓国モンゴルブータンネパールトルコなんかの方にも話が行きましたけれどでそして当然日本もお話もありましたけれどじゃアジア以外の国例えばヨーロッパなんていうところに餃子なんてあるんでしょうか そうですねまずあの、まあ、ヨーロッパと、まあ、アジアの間っていうかですね、まあ、ロシアですねロシアはまあ中国のお隣っていうこともあって水餃子のような料理がまた中国から伝わってきています。<ー>でこれはのペリメニっていわれるロシア料理を代,代表するような家庭料理なんですけれども、はい、まあ基本的にはもうあのひき肉に玉ねぎとか入っててですねそれを小麦で包んで茹でて食べるっていうような。 もので,、うん、でこれあのサワークリームとかですねバターとかで食べたり<ー>あとはスープに入れて食べたりとかするようなものもですね、はい、でこれあのロシアもすごい寒い地域なんで、うん、あの保存食としても結構使われててですね<ー>で例えばその狩りに行く時とかあとは軍隊があのこう移動する時にですね、はい、あのこうまあ勝手に凍っちゃうんで、うん、凍らした <laughs> あのペリメニューを持ってですね、はい、で移動して、うん、お湯さえ沸けば、はい、そこであったかいかペリメニューが食べられるっていうことで、はいまあ、そういったところでもあの使われてたような料理になっています。へじゃあ結構なんでしょうその寒い地域だけじゃないと思いますけれど、はい、結構その寒い時に食べたくなるそのなんでしょうほっとする食べ物みたいなんですかね あの使われているんでその中で使われるその野菜とかも、うん、あれですね中国だと漬物だったりとか干し野菜使われたりとかですね、うん、そういうあの地域地域によって厳しい冬どうやって越えるかっていうところであのこの餃子的な料理がうまく使われたりもしますへえじゃあ中国からロシアに伝わった餃子からのペリメにそこからさらに。 えー、西に行くんででしょうかそうですねで西に行くとですね、うん、あのウクライナとか、えー、リトアニアとかですねこの辺にまたあのバレーニキとかコルディナイとかって言われるバレーニキバレーニキギョーニキ餃子的な、はいはい、あとコルデュナイっていうです、ね、コルディナイこれはまあペリネメニーに近いような形で,、うん、でサワークリームに、えーまあ、茹でたものをサワークリームが混ぜして。 えー、食べたりとかですね。ういうようなものがあって、でさらにあのポーランドに行くとピエロギっていう料理があって、はい、これはあのだん,だん包むものもですね、うん、いろいろ増えてきて、うん、中に入れるものがあのまあもちろんそのひき肉とか野菜とか使われることもあるんですけども、うん、まあ、チーズがドンと入ってたりとかですね。あーチーズ美味しそうです,ですね、はいで。あとキノコが入っていたりとか、あとは あのなんかフルーツを入れるっていうパターンもあるらしくてですね<え>僕まだ食べたことないんですけれども、はい、それはお肉とは別バージョンってことですかとスイーツ的なピエロギ、はい、なのでポーランド行くとそのピエロギのショーケースにですねなんお肉の,あのピエロギとかなんかいろんな形で選べるような感じになってたりするそうですなんか例えばそのイギリス県の,のパイっていう人といっても、はいはい、ミートパイもあればなんか。はいはい まあちょっとこうフルーツフルーツパイみたいなものもありますけどそんなイメージなんだと思いますアップルパイとかねな、はい、なるほど、はい、なんかさっきはトルコではヨーグルトソースってお話ありまして、はいはい、でロシアの方ではバタークリームバター。かあとはまあ似たような形でサワークリーム使う場合もあります、ね、結構その味付けとかソース系もいろいろバラエティーがあるんです、ねはい、そうですね。 であとはですねそのロシアでこれはまあ多分ロシアから伝わったんではないと思いますけどロシアからこう南に行くと、はい、あのトルコとの国境の近くにあのジョージアって国があるんですけど、はい、そこにはですねヒンカリっていう、ま、ものすごいでかい小籠包みたいなものを出す。はい ここれれもも餃子みたいいなサイズこれぐらいです、ね、今塚田さんがちょっと手でこうサイズつまんでますけれど拳ぐらいの小籠包、はい、の小籠包 <laughs> そうじゃないですね大籠包かじったらもう火けどしちゃうぐらいじゃないですか、はい、でこれがものすごいサイズのものがあってであのー、これはですねあのまあ,あの普通に料理でお皿にボンと出てくるんですけれどもそのギュッとつまんだ上の部分はどうも残すらしくてですねあらあの 小麦の一番硬くなっちゃうでかい小籠包のてっぺんをつまんででここは食べ残してですねでポンとお皿に置いておくと手掴みでこう食べる感じあ、あの手掴みではないですねはい、あのフォークとかナイフとかで食べるんですけども、そこの部分だけ残して何個食べたっていうのが分かるような感じでエビフライの尻尾みたいな感じですねそうなんですねあとはジョージアの隣の あのこれ僕そこには行ったことないんですけれどもアゼルバイジャンにはです、ねはい、あの牛座っていう牛座餃子みたいな <laughs>、はい、こうまんまおもう同じような,でじゃないですか、はい、牛座っていう食べ物があって、うん、でこれも水あ,、まあ水餃子みたいなもんなんですけどもなんかあの上にです、ね、干し梅を細かく砕いた、はい、なんかスマックっていう向こうのなんか香辛料があるらしくてですね ぱっ、まあ、と見ゆかりみたいな感じなんですけど <laughs> 餃子にゆかりが振ってあるのを牛座って呼んで出してるっていうそれはソースじゃなくてそのゆかりみたいなスマック、はい、をまぶして食べるっていう面白いそういったものがまあアゼルバイジャンと日本はだいぶ離れてますけれどもどういうふうに言葉が伝わって牛座と餃子になったのか分かんないんですけれどもですよねだって中国ではチャオズって名前あし、はい。はい あ、なんでじゃあ日本では餃子って呼ばれるようになったんですか、ね。チャオズのまああれですね、あのー、方言で呼び方がちょっとずつ変わってったのが、まあ呼び間違えたりとかしてですね、うんうん、結果あのー、餃子とかっていう感じになってたらしいです。そうなんです。はい、いろいろこう、なるほどね、あの伝言ゲームみたいな感じになったんですね。はい、すえー、じゃああのー。 中央アジアとか、はい、その東ヨーロッパまでかなりいろいろなバリエーションで、ね、形を変えて餃子のいろんな種類が伝わっていますけれどさら、はいはい、に西にはいけますす、はい、そうですね西はこれも中国から伝播していったかどうかっていうのは正直わかんないんですけれども、うん、似たような料理っていうことでいうとラビオリとかがそうですね。 あのパスタ,パスタ、はい、そうですラビオリはパスタじゃなくて餃子と一つとしてこれはまあ,あの形としては近いですね確かに言われてみれば、はい、もうそう見えてくるそうですねなんで結局小麦で、まあ、あのラビオリの前に2枚のシートで挟みますけれども、うんまあ、挟んで茹でてっていうことなんで、はいはい、ですよねなのであれもまあ非常に近い食べ物だと思いますね、はい 他にはどうでしょうヨーロッパ圏内で,で、えっと、その、まあ、パスタから伝わったのかどうか分かんないんですけれどもあのドイツの南の方のですねシュバーベン地方っていうところがあるんですけれども、はい、でそこの食べ物であのマウルタッシュっていうですねこれも、まあ、水餃子みたいなちょっと大きめの,あの料理ですね、はい、が、えー、ありまして。うん でこれはなんか、あのーまあ、昔ですねそこの修道院でなんかお肉を食べちゃいけない期間っていうのがその修行してる方たちにあるらしいんですね、はいうん、でもお肉が食べたいと包んで食べちゃえばバレ神様に、ね、<laughs> バレないんじゃないかっていうので始まったとかいう <laughs> それ。 あの日本のお坊さんががんのお肉が食べたいからがんもどき作ったのはまだわかるんですけど <laughs> お肉食べてんじゃんこれって <laughs> もう普通にばれるんじゃないんですかこれ隠しゃかんないだろう隠しゃかんないだろう <laughs> <laughs> 見えなきゃわかんないってうんで始めたっていうふうに言われているあら料理もあったりしますねそれもうフォークとナイフで食べるんですよね当然、はい、うんそうなんですね、はい、意外とヨーロッパにも 餃子風のお料理ってあるんです、ね、そうですねあとまあスペインに行くとまあこれはまあ揚げ餃子みたいな感じになっちゃうんですけれどもあのエンパナーダとかエンパナディージャっていうですねあのまあ,ミ,あーミートパイというかそういうような結構大きさあります,よ、ねそうですね、大きいのがエンパナディーちちジャとかなんかあるんですけど、うん、あれもなんか中に何だろうな<え>私が昔食べたの なんかトマトベースだった気がするんですけれどああそうですねそういうトマトソースベースのやつもあったりとか、はい、あのお肉が入ってたりとかまあいろんなものがありますねあれも、えー、はいじゃあもうここからもうアジアヨーロッパに広がる餃子のお話し,していきましたけれど、はいはい、残すところは中東とかアフリカ大陸ですけれどそうですねで アフリカに行く前に、ま、インドの,あの最初の方で話してたサモサがありますね。ササであれがまたちょっと、まあ、中国の餃子とはだいぶあの作り方とかは違うんですけれどもあれも、まあ、小,小麦の皮であのお芋とか豆とかですね、うん、を包んで揚げたタイプのものですね。<ー>でそういうもの,あのサモサっていうのがあるんですけれども、うん、これがあの今度アフリカだったりとか。 えとに伝わってです、ね、あのエジプトではサンブーサっていうものがまあちょっともう発音が変わってサ,て、ねはい、サンブーサっていうふうになって、はい、でまあ,あのアフリカに行ったんで、まあ、向こうの方では牛肉も普通に使っちゃうらしいんで、うん、えと中身があのお肉も入っている。 寒さですねっていうのがあったりとかあとはまあそれともちょっと違うんですけれどもチュニジアにはブリックっていうですね非常に薄い、まあ、これも皮を使ってでツナとかですね卵を入れて、うん、でこれを三角折りにして揚げた。 あ美味しそう料理があってこれ本当とおいしいんですけど、うん、でこれがあの向こうの、まあ、日常食と,としてですね、はい、あの食べられてるものでブリックっていうのがあったりします。はい どうううしようもう話が進むにつれてどんどんお腹が空いてきて困るんですけれどえめげずに続けますえ今日も皆さんからの参加をお待ちしております餃子にまつわるまたは餃子的な料理にまつわるメッセージお待ちしておりますツイッターやメールファックス YouTube のチャットでも OK ですこの後はポーランド在住の方にポーランドの餃子ピエロギについてお聞きするワールドコーリングです

ポーランドにもピエロギという餃子のような食べ物があるということですがそんなポーランドは今午後三時四十五分ポーランドで観光ガイドをされているカスプシュイックあやかさんですこんにちはこんにちはポーランド南部に住んでいるカスプシュイックあやかですあやかさんお久しぶりです今日もよろしくお願いしますはい、はい、お久しぶりですよろしくお願いします はいえー、とですね先ほど塚田さんのお話の中でポーランドにあるピエロギという餃子的な食べ物のお話があったんですけれどこのピエロギってどんんなな食べ物なんでしょうかはいあのピエロギはポーランド名物の1つでポーランド風水餃子ともとも言われています<ー>で、まあ。日本の餃子よりも皮がやっぱちょっと厚くてでお惣菜系からデザート系までさまざまなあの具があります。 お惣菜系もフルーツ系も、まあ、は,はい、はいまあ、でもその中でも、まあ、やっぱり最もあの人気なものがペエロギルスケという、まあ、カッテージチーズと茹でたジャガイモが入ったものですね結構一つ食べただけでお腹が満足になりそうですけれどこれはあのスナック感覚で食べるんですかそれともお食事として食べるんでしょうかあもうこれは立派なもう メインディッシュになるものなので、そうですね。あのー、スナック感覚だと、まあフルーツ系のピエロジですね。うん。これはあのー、家庭で作ることが多いんでしょうか。それともあのー、お店で気軽に買えるものなんですか。まあ作る人もいるんですけど、やっぱりちょっと生地とか生地からか作らないといけなくて、意外とちょっと手間がかかるので、なのでまあよくピエロガルニアって言うんですけど。 あのよ、ピエロギ専門店が街にたくさんあって、でそこでちゃちゃっと食べますね。へえ、ちなみに、あやかさんご自身が一番食べた中で美味しかったピエロギっていうのはどういったものでしょう。ああ、そうですね。ほうれん草と、なんかキャベツが入ったものとか。あと、<ー>まあ、単純にひき肉が入った。も、ま、う、あ、それこそ、そう、あ、ごめんなさい。日本のすい、餃子ですね。に近いものが。 やっぱり日本人受けがいいですね <laughs>。うーん、そうなんですね。ちなみにこのピエロギっていうのはあの先ほどポーランドのまあ名物料理の一つっておっしゃってましたけれど、伝統的な昔からある料理なんですか？<laughs> はい、あのまあ作っあるんですけども、ピエロギがポーランドに伝わったのがまあ13世紀頃とあの言われてます。<ん>やっぱり中国発祥と言われているんですけど、で。 まあその当時のポーランドの人のそのまあクラクフの聖職者のまあ死体がちょっと今のウクライナのあたりからこう持ち帰ったと言われていてまあ昔からポーランド全土で食べられている伝統的なポーランド料理です。へえ、聖職者が持ち帰ってきたんですね。はい。それはあの例えばその日常のあのちょっと今日は特別にピエロギにしようかなとかちょっとこうなんか わくわくするようなあのレパートリーですか、レパートリー、はい、ー特別な時に食べるようなもの日常的にもよく食べるんですけれども、やっぱりその中でも欠かせないのがクリスマスイブにピエロギー、はい、あのポーランドのクリスマスは、あの肉を食べないんですね。 なので、まあそのキノコとかキャベツが入ったピエロギをあの食べるのが定番になってます、えー。え、どうしてクリスマスイブにはお肉を食べないんですか？まああの風習といえばそれまでなんですけど、ただやっぱりあのお肉を食べないことでそのクリスマスの喜びが大きくなるというか、まあその日になるともうクリスマスになるとお肉は食べてもオッケーっていうのと、まあちょっと。 うん、鯉を食べますね、なので魚を食べるっていうのがそのポーランドの風習になっていて、でそれと、まあ、ピエロギとか、あと小さなピエロギでウシカっていうんですけど、なんかそういういものも、ね、食べたりしますへ塚田さん、このポーランドのピエロギのお話、はい、すごい面白いんですけど面白い,す、ね、いかがですか、ご存知でしたいやあのクリスマスに食べるっていうのは僕も知らなかったんで、うん、非常に面白いなと。 これはあの塚田さんはこれまで餃子を食べ求めて、はい、いろんな国に行かれてると思いますけれど、はい、ポーランドのピエロギはいや実はポーランドには行ったことがなくて、うん、でやっぱあのこっちで食べられるピエロギを食べたぐらいなので<ー>全然種類とかもそれこそフルーツが入ってるっていうのもあの食べたことないんでいやでもやっぱり現地の方が美味しいんじゃないんですか。はい 初めてそのポーランドでピエロギを食べたときにあのでしょう、はい、餃子との共通点をしし、ね、やっぱり生地がここではあの皮ではなくて本当にもう皮というほど薄くないので。 ちょっとそこはやっぱり違いは感じるんですけどただ中の具とかがやっぱお肉だったりするとちょっとまあ日本の餃子に近いかなっていうのは思いますただ、うん、あのバターとかやっぱりかけたりするのでまあ <laughs> ちょっと違う食べ物ですねやっぱりはい、えー、ただあのまあ見た目とかは本当に餃子に近いです はい、そうなんですね、結構でも、聞いた感じだと、カロリーもいいところ、行ってそうですよね、美味しそうだけどそうですね、レストランで注文すると、もう一皿10個ぐらい、12 <laughs> 個とか入ってたりするので、<laughs> まあ、 ね、日本の餃子だとだと食べれないこともないんですけどちょっとこっちだとすぐお腹いっぱいになってしまいますね。うわーでも一度食べてみたいですねでもねさっきの塚田さんのお話にもありましたけれどその他の国だとねそのお祝いの席でこうまあ餃子風のね、はい、料理をみんなで食べるってありましたけれどポーランドでもちょっとねそのクリスマスイブン、ね、共通するところがあるんですね。ななんんかそののでしょうあの や香さんから見たそのポーランドのピエロギっていうのは結構ポーランド人にとって何でしょうソウルフードみたいなこうどういった,た存在の食べ物ですかそうですねあのポーランドの物って何ですかって聞くともう必ずピエロギっていうのはもう1番か2番に上がってくるぐらい定番なのでそうですね。 ピエロギを一緒に食べるってことが多いでですすねねお客様ともあそうなんです、ね、これやっぱりちゃんとこう座ってあのテーブルに座ってこうお行儀よく食べたりするんですかそれともこう手づかみで歩きながらハフハフ言いながら食べたりするピエロギってありますそうですね最近だとやっぱりストリートフードっていう感じやっぱフードトラックとかでね なんかやっぱピエロギを売るお店も出てきたので、そういう意味ではちょっとスナック感覚で食べる人もいますけど、でもやっぱりピエロガルニアというやっぱりそういう専門店で椅子に座って食べるっていうのがまあ普通ですかね。あ、そうなんですね。じゃあ最近はちょっとこう新世代的なピエロギもちょっと、はい、増えてきているという面白いですね。はい、いつかなんか日本にもピエロギのフードトラックなんて。 ちょっと出現してくれたら食べてみたいなって思いましたあやかさんどうもありがとうございます,いますはい、はい、こちらこそありがとうございました以上ワールドコーリングポーランドのグリビッツェからカスプシュイクあ香さんにポーランドの餃子風料理ピエロギについてお伺いしましたあーでもこうやってねなんかこう一こ一口で餃子といっても、うん なんでしょう全然違うものだけどでもなんか普通に美味しそうってものはやっぱりこう、はい、私が餃子は美がしいと思うのと同じピエロギの話を聞いてあピエロギも美味しそうっていうそうですねなんかこんな感じの味かもしれないってなんとなくこう想像がついたりするっていうのもいいのかもしれないですよねでもやっぱり全部に共通するのは小麦で作った皮で包んでるってところですねやっぱ小麦 最強なんですかね、そう考えると。まああの場所を選ばず育ちますからね。<laughs> ね <laughs> そうなんですね。はい、えー、今日の明日のカレッジは。 えー、餃子の魅力についていろんな角度からお送りしています。皆さんからの、えー、餃子にまつわるメッセージ、ご質問、えー、この後で読んでいきたいと思います。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。明日のカレッジ、えー、ツイッターではハッシュタグあ、カタカナで明日のカレッジ。メールはローマ字で明日のアットマーク tbs.co.jp です。明日のカレッジ、この後11時台も続きます。 ここで一曲。餃子への愛を歌った曲です。チャーイ。惚れちゃった。 ラジオと YouTube ライブで学びの時間をお届けしている明日のカレッジ今日のクラスは明日の世界学部世界を旅する餃子東京餃子通信の編集長塚田良一さんにお話を伺っていますところで塚田さん私、はい、さっき塚田さんのプロフィール紹介で、はい、作って食べて走れる業界のオールラウンダーってご紹介しましたけれど、はい 作って食べるは分かるんですけど走れるってどういういことですかあの、まあ、もう一個の趣味でもマラソンやってまして <laughs>、はい、でそれで、まあ、結構長距離は普段から走ってるんですね、はい、であのそのマラソンの大会でなんかフランスになんかワインを飲みながら、まあ、<あ>給水所にワインがあるっていうレースがあるてベロベロになって走っっててるでいうのがあったんでそれ餃子でやったら面白いんじゃないかなと思って。<laughs> あの餃子店を巡るっていう走ってですね真面目に走ってるんですよねあんまり本気で走るとお腹痛くなっちゃうんでジョギングして5キロぐらい走って次のお店行ってまたそこでちょっと食べてっていうのをイベントとして企画してやったら意外と受けてですねちょっと食べるっていいですよねなんかこう脇っ腹が痛くならないしちょっと栄養補給になるしあと 次のストップまでのモチベーションになりまくるし、ね、いやーいいアイディアですねあとやっぱりそのカロリーとかエネルギーにもね、はい、だってその3000点以上食べ歩いてたら相当、はい、あの消費しないと大変なことになっちゃいそうですけどす、ね、<laughs> 食べた分は走るということ、ね、はいありがとうございます、えー、この後も皆さんからのメッセージく質問お待ちしております、えー、そして今日は ちょっといいこと短歌も募集しておりますので、あなたの日々の中のちょっとしたいいことを短歌に定めて、ぜひ送ってください。ハッシュタグ、ちょっといいこと短歌をつけて、ツイッターインスタグラムまたは通常のメールアドレス、ファックス番号でもお待ちしております。この後はお知らせを挟んで、ネキースグリーンエング e 学びの英語タイムです。 Nikki's Green English enjoy everyone! ここからは地球環境に関する最新のトピックスからすぐに使える英語フレーズを学んでいく Nikki'sGreenEnglish の時間ですそれでは早速今日のトピックを check it out 科学者たちは もう一度その電波を受信することを願っていますこれはニュースウィークが伝えたものオーストラリアなどの研究チームは銀河系の中心から非常に不思議な謎の電波信号をキャッチしました同じような信号が6回繰り返されて消えたというのですもちろんこれだけで宇宙人がコミュニケーションしようとしていると考えるのは 早すぎるかもしれませんというのもこれと似たような物理現象はいくらでも考えられるそうなんですただ物理現象ならばその他の電磁波を出すはずなのですが今回の電波信号は他のノイズがないというところが最大の謎です科学者たちは解析をするとともにもう一度電波が来ることを願っています さて、今日のこのニュースを英語にするとこんな感じ。今日ピックアップするのは hope。スペルは hope hope。希望または望む望みという意味は皆さんもうご存知でしょう。 ところでこの「ホープ」似たような言葉で「wish というものがあります。今日はこの「ホープ」と「ウィッシュ」の違いをご紹介しましょう。分かりやすく言えば期待がホープ願望はウィッシュです例えばよく挨拶で使われる「良い一日を」という時は「I hope you have a great day!」 他にも明日は晴れるといいなぁと期待と希望を表す時は I hope sunny tomorrow. その一方で願いが叶わない可能性があるまた願望の気持ちが強くこもっているという時は「wish」をよく使います今日は晴れればよかったのになぁという時は I wish it was sunny today 他にも明日来られるかどうかわからないけど来てほしいなという願望を込めたいときは I wish you can come tomorrow こんなふうに使いますそれではみんなで言ってみましょう Repeat after Nikki 明日は晴れるといいなは I hope it's sunny tomorrow そして今日は晴れそうにないけど晴れてほしいなという時は I wish it's sunny today では最後にもう一度ニュースをゆっくり読んでみます科学者たちはもう一度その電波を受信することを願っている The scientists hope to find the radio signal again. 今日の Nikki's Green English はここまで。しっかり復習したい方は、ポッドキャストでアーカイブしていますので、通勤・通学・お仕事や家事の合間にチェックしてください。See you next time! お送りしたのは Panic at the Disco High Hopes でしたいやーもうこのアンセム感たまりませんねもうプチョヘンザしたくなります Had to have high high hopes for a living とサビで歌っていますが Have high hopes というのは高みを目指す大きな期待を持つまたきっといいことが起こるという確信を表す慣用句です ぜひ使ってみてください Have high hopes 以上 Nikki's Green English でした come, live, ジラジオと YouTube ライブで学びの時間をお届けしている明日のカレッジキニマンス塚本ニキが進行しています えー、今日のクラスは世界を旅する餃子東京餃子通信編集長の塚田良一さん引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえき、ー、もねたくさんのメールいただきましたありがとうございます読んでいきましょうツイッターのテラベっぴんさん揚げ餃子ってめっちゃ美味しいのになんとなく不遇を囲ってるよな確かに揚げ餃子 あのお店によっては餃子頼んだら、はい、あの。選べるじゃないですか。はい、その焼きかスイカ揚げがあって。はい、確かに揚げ餃子あんまり頼まなかったかも、なんでだろう。そうですね。なんかあの揚げ餃子ってちょっと。 あのお弁当にこう冷めたのが入ってたりとかですねそういうようなイメージはちょっとあるかなと思うんですか、ね、揚げみたいな、はい、<ー>そうですねで冷めてもまあ食べられる餃子としてはいけるんですけどもでただ僕もこの揚げ餃子もうちょっとあの注目されないかなと思って揚げ餃子の美味しいお店はいろいろ探していてですね、はい、で例えばなんですけど揚げ餃子にあの麻婆豆腐の麻婆のあんがかかっている餃子とか あとは似たような感じで酢豚の,あの黒酢のあんあんが揚げ餃子にかかってるやつとかですねこれがめちゃめちゃ美味しかったんで揚げ餃子もただ焼き餃子用のものを揚げたんじゃなくてお店の方もこれ揚げ餃子として食べたら美味しいぞっていうのをもっと出してってそれがまあ僕みたいに発信してる人間が拾ってければ。 相当ポテンシャルはあるんじゃないかなと思うんであ<ー>あの今結構僕は注目しているジャンルの一つですねなるほどやっぱりその何と合わせるかとか何をかけるかっていうの結構重要なポイントかもしれません、ねはいはい、そうですねもちろんそのままでも美味しいですそうですねあと揚げ餃子にするにはどういう皮が美味しいんだろうかとかですね、はい、焼くのとはまた違うはずなんですよあじゃあもう粉から 考えて粉だったり厚さだっさたりとかです、ね、自分個人的になんで私あんまり揚げ餃子注文し,なかっしてこなかったんだろうって考えたんですけど多分その餃子を食べに行くっていうこと自体で今日はちょっとちょっとカロリーいっちゃうぞうん、うん、っていうところがもうすでに入っててそこにさらに揚げ物っていうものをつけるといやちょっと罪悪感が <laughs> もうダメ耐えられないって <laughs> なっちゃうから避けちゃうのかなって思うんですけどはい、はい、でもちょっと今の。 今の揚げ餃子、あのレシピというか、お料理ね、はい、聞いて。ちょっと、これは試してみたいなという気持ちでいっぱいです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、まだまだ発掘してない餃子の世界があるんですね。えー、こちらツイッターのテっさんから。ワンタンは何なんだ。知らんがな、ワンタンは何なん。<laughs> ワンタンは何でしょう。ワンタンはまあまあ、ワンタンなんですけれども。はい、<laughs> あのー、まあ、ワンタンっていうのは、ま さっっき水餃子っていうのがチチャャズですねチャオズはあの中国の東北の方で食べられる料理でこれが、まあ、どん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 南に伝播していく中で、まあ、名前が呼び方変わってですね、うん、でえー、と、まあ、上海とかあの辺まで来るとワンタンっていうふうに呼ばれることが多いです。うん、で明確な定義の違いってほぼなくてですね あのまあワンタンの皮は四角いだろうとかワンタンの皮は乾水使ってるだろうとかってあるんですけれども使ってないワンタンも結構あったりとかあとあの日本のワンタンってあ,のまあ,あんがちょっとしか入ってなくて皮がひらひらってしてるイメージあると思うんですけれども上海のワンタンってものすごいあんがたっぷり入っててですねすごい食べ応えがあってまあほぼ水餃子なんですよ。なののであの まあ厳密な差はほぼないですけれども、はい、食べる人がこれはワンタンだと思って食べるのか、餃子だと思って食べるのかぐらいの <laughs> <っ>差だと思って。<laughs> 楽しんでいただければその線引きはあるようで、はい、ないです,です,いですねですこっからワンタンっていうラインはないですあああれですね、はい、まあなんか流動的なアイデンティティを持っている料理なんですかね、はい、なるほどまあどっちにしろ美味しそうなのは間違いない、はい、美味しいのは間違いないですはいこちら万作月田さんからです世界中でいろいろな形態に変換しながら食べられている餃子ですが日本では お酢のみや酢醤油またポン酢などいろいろなつけだれの変化を楽しみながら食べるものにもなっていますよね。 世界的にはどんなつけだれで楽しまれているのでしょうかまた塚田さんおすすめの変わり種つけだれなどあれば教えてほしいです。ちなみに私が気に入っているのはお酢に刻んだトマトとお醤油を少し入れたつけだれが好きです。さっぱりしていて餃子が何個でも食べられるんですよという。えー、美味しそうお酢にトマトにお醤油に餃子 <laughs> これちょっと試してみたくなりますねあ先ほどもねあのもう口の中ねよだれいっぱいでね、喋 <laughs> るの一生懸命なんですよごめんなさい、ね、<laughs> まあ、あのね世界の餃子の話で、まあ、ヨーグルトソースとかそうですねヨーグルトソースは結構ありますねやっぱりその乳製品が多いんですかねヨーグルトソースにでニンニクとかそう香辛料入ってたりとかっていうのはよくあるパターンですねうん、うん、であとは、まあ、あのバターとかですね、はい いうのはよくあります。で、あとは。スープ、まあ、どうしても茹でる餃子が、あの餃子っていうか茹でる料理が多いんで。うん、やっぱスープに入ってるとか、そういうものは多いですね。はい、日本の餃子。だと、どういったのがお好きですか。はい、そうですね。僕食べた中で、結構。これ面白いなと思ったのは、あの。えっと、ポン酢にですね。ポン酢醤油に、うん。 ニラを細かく切ったものとごまがですねっどっさり入ってるでそれをこう餃子の外側にこう引っ掛けて食べる一緒に食べるっていうのですごいあの。 匂いはすごいんですけれども、うん、旨味はものすごいまして、あの食べ方は結構癖になるなと思って、<ー>そう九州の方であった食べ方なんですけど、ね、はい。結構気をつけないといろいろこう飛び散っちゃいそうですよね。うまくあの餃子のひだのところにですね、引っ掛けるようにして、スプーンみたいな感じで,で食べ、こうやって食べなさいっていうふうに言われて、<laughs> へえ、それはそのお店特有なのか、そうです。<あ>そのお店特有の食べ方ですね。いいな、あそそうか、なんかもう地方とか地域特有というよりもなんか お店のユニークなね、独特な餃子メニューっていうのも、はい、まあそれこそ星の数ほどあるかもしれませんね、はい、ありがとうございますこちらお化けのロックさんからです、はい、餃子大好きです焼き派ですえよくある羽根付きの発祥はどこでいつぐらいからですかもしかして日本のオリジナリティですかいつの間にかメジャーになりましたよね といいうご質問であ明日は餃子にしまますすって書いて書ありますねそうですねこれあの羽根き餃子ってもう今あのー、あれですね冷凍餃子をスーパーで売ってる冷凍餃子買っても羽生えてくると思うんですけども<う>これはあのー、日本のですね東京の蒲田ですね蒲田にあるニーハオっていうお店を始めた八木さんっていう方が超ピンポイントですね考案された、あのー、焼き方で、はい、で まあ、あのその方中国からこっちに帰ってこられた方なんですけれどもで中国でなんか焼きまんじゅうっていうのがあって、うん、でそれにまあちょっと羽が粉振って羽がついてたらしいんですねでそれをヒントに、えー、と日本でやったら非常にそのもちもちした皮の食感と羽のコントラストがもうめちゃめちゃいいっていうことで<ー>なので蒲田が。 まあもう羽根つき餃子のまあ発祥の地であり、まあ、今蒲田行くともう羽根つき餃子のお店たくさんあると思うんですけどもえー、じゃあもう蒲田駅出たら羽根つき餃子の銅像とかこれから建てる、はい、作ってもいいぐらいじゃないですかね、えー、そうなんですね、はい、でも確かにあのもちもち感とあのパリパリ感の <laughs>、はい、マリアージュっていうんですかねああいうのなんでしょうそうですねうんそうなんだ、はい、え意外とめちゃくちゃローカルな 羽付き餃子、はい、あれ作るのもなんかね、あのネットのお料理動画とか見てると、簡単ですよ。そう、はい、なんかそのフライパンからお皿にこうポンってあの乗っけてる、はい、あの瞬間見るの好きなんですよね。はい、作ったことないですけど、あくまで見る派です。はい。で、あの餃子パーティーとか、はい、あのそれこそね、コロナの前はあの以前住んでたシェアハウスで何回かやってたんですけど、まあ別にね、何かお祝いってわけではないけど。はい なんか誰かが言い出して、はい、今日餃子パーティーやろうってっみんながイエーイって感じでまあそのひたすらひたすらねこうもくもく作って焼いて食べて作って焼いて食べてってのを繰り返すんですけど、はい、餃子パーーティーっていいですよねあれでもなんか餃子って作るのうまい人と下手な人って結構明確に分かれたりしませんうーんまあ あのー、あれですね家でこれ餃子を作ってきた家かそうじゃないかっていうので餃子は買うものっていうおうちと餃子は家で作るものっていうおうちと結構分かれるのですよね。なので、あのー、それで、あのー、やったことある人はまあ簡単にパパってできると思う、うん、特別な技術何にも必要ないんで,でやったことない方はどう思っていいのかも分かんないし教えてもらったこともないし<あ>っていうので、うん、かなり苦戦は。 されるんじゃなないいかなと思います、ねはあ、うち子供の頃ね <coughs> 手巻き寿司パーティーは子供の頃よかったんですけど餃子パーティーあんまりやらなかったあのちょっと家系でして、はい、なんかねひだを折るところでねやたらこうケチつけられたというか私結構ひだを折るところすごいこ,うこだわって作ってたんですよ。はいはい、なんかレースのカーテンのようにこうひらひらひらそうするとなんか折りすぎみたいに言われて。<laughs> でも別に良くないですや全然閉じてれば結局最後は焼き目上になってひっくり返しちゃうんでちゃんと中身が破れて出てこないところだけは詰まれてれば全然 OK ですありがとうございますなんかちょっとホッとしましたはいこちらツイッターのモスケットさん「カレーパンも餃子の可能性あるな?」なかなかですねあのんでしょうこれはもうちょっと断言されてますけれどいかがでしょう これはですね可能性としてはあるといえばあるんですけどあの今日ご紹介した餃子はまはあ、こういっちゃなんですけど餃子ではないんですよねのであの勝手に僕らがこれ餃子に似てるなって思っているのであの餃子の一種って呼んでるんですけれども、まあ、ポーランドの,の方は餃子とは思わずにピエロギだと思って食べて ますし,あ,しあのチベットの方も桃だと思って桃を食べているんで、うん、なのでまあ食べた人が餃子っぽいなって思ったら、うん、<laughs> 餃子グループに入れていいと思うんですよ。はい、なのでこのでこモフケットさんがカレーパン食べて餃子っぽい,なっていうふうに思われるんであればいやこれはカレーパンじゃなくて餃子ですっていうことを、うん。<laughs> 声高 <laughs> に主張をしていただければカレ,カレーが入った揚げ餃子です、はい、揚げ餃子ですっていうのは、まあ、誰も否定はされないと、うん、本人がそういうふうに解釈できれば、ねまあ、可能性としてはあるんじゃないかなと思います、うん、それがモフケットさんにとっての真実ならば、はい、誰がそれを否定できよう。 ただモフケットさんがそれを本当に心の底から信じているかどうかに、ね、そうですねそち,らそちらが重要だと思いますそうですねでもそんなこと言ったらねじゃあ何でしょうアップルパイだって小麦で作った生地で包んで焼いてるからアップルパイも餃子かってなっちゃいますよ <laughs> 混乱してきたな <laughs> <laughs> えもう一枚こちら来ています、えー、ラジオネーム、えー、レ,ブンの海レブンの海辺カフカさんからです、はい、<laughs> ありがとうございます 仕事の関係で20年以上前に中国の長春長い春と書いて長春という都市で暮らしていました、はい、駅前の屋台でもどこでも、えー、グオラオという日本の焼き餃子と全く同じものが食べられました長春は旧満州国の首都新疆なので日本の餃子は中国の地方食の一形態が脈々と食べ続けられているのですかね という、えー、思いい思出話とご質問ですうラオって言ったりですね「ゴー,、えー、とゴーティエ」とかですね「うん、あのゴーティエ」っていう場合には鍋に貼るっていう貼り付けるって字書くんですけども、はい、っていうあの中国の、まあ、ストリートフードみたいのは昔からあって、うん、でそれもあの焼き餃子の元だと思いますね。うん、なんでそれとあとは、まあ,中あの 水餃子を、まあ、残ったものを次の日にまかないとして、まあ、焼いてもう一回温め直すのに焼いて食べるっていう、まあ、その2つのどちらかがあのまあその両方かもしれないんですけどそのやり方を、うん、えと覚えてきた方が日本に戻ってきて。うん 焼き餃子を焼くっていうことも初めて売り出したっていうのが元なんで原点は一緒だと思いますね。あでも先ほどもねあの日本にあの満州から引き上げてこられた人々が当時戦後でやっぱり食べるものも少なくて、はいはい、闇市で鉄板あれば作れちゃうとして広まったっていう、はいはい、そこに結構つながってること、ね、ですねなんで鉄板。本当に鉄板フライパンがあれば、うん 簡単にできるっていうところであのつながってると思いますね。で余った水餃子を焼いて、はい、まかないにするっていうのも、はい、なんかこう知恵がありますよね、はい、そこそうなんですね。いやなんか餃子からいろいろその歴史とかまあ ね、あのチリチリもそうですけれど、<laughs> いろいろ社会世界が見えてきて非常に面白いです。ありがとうございます。ここで一旦 CM です。 ラジオと YouTube ライブで学びの時間をお届けしています。明日のカレッジキニマンス塚本に木が進行しています。今日は明日の世界学部世界を旅する餃子と題してお送りしてまいりましたが、いや塚田さん今日本当にあの一口も餃子を食べてないんですけれど非常に楽しかったです。ありがとうございます。はいはい <laughs> あのもう頭の中餃子だらけで困っちゃってますけれど <laughs> はいあの塚田さんは、はい、その 東京餃子通信の編集長されてますけれど、はいはい、いろいろ餃子のその餃子マラソンとかイベントも今でもあのやってらっしゃるんですよねあのプロデュース的な企画的なことそうですねで今ちょうどですねあの西武渋谷店の8階でですねあの、まあ、こういう僕だったりとかあとはまあ他の料理の,あのブロガーとかが合わせて「偏愛食堂」っていう。えー 食堂やってまして。でねはい、偏った愛の <laughs> 食堂ですねで <laughs>。自覚はしてるんですね、はい。で、そこの中でちょうど僕が企画やらせてもらっていて、<laughs> 餃子機構2021ご当地餃子オールスターというものを、うん、あの全国のご当地餃子をですね、集めて食べ比べができる餃子のレストランということで、<laughs> あの10月の頭ぐらいまでですね、はい、あのこちらの企画やってますんでんぜひあの餃子食べたくなったらですね、はい、フラット西ブの8階まで上がってきて頂ければと思います西武渋谷店8階ですね、はい行きます何、はい、な,なら今すぐ行きたいんですけれども <laughs> 今やってないかはい本当にいろんないろんなご当地餃子がそうですね北海道から九州までですねいろんなものが集まってます、はい、私あのコロナの前なんですけれど、はい ぼんやりとしたあのプランで宇都宮に行って餃子を食べて帰ってこようっていうすごいぼんやりとしたプランで行ったんですよ宇都宮に初めて。であまりもぼんやりとしたプランだったから着いたらどこで食べたらいいのか分かんなくなっちゃって結構迷ったんですけれどでもその時食べたねまあ一つのお店に行ったんですけど自分の拳ぐらいの大きさの餃子がバナナみたいな色の。 皮出てきて、はい、むちゃくちゃ美味しかったんです。<laughs> すごい変わった餃子です、ねはい。まあ、黄色ではないんですけれど、はい、なんかね、つやつや感がなんかバナナを連想させるような不思議な餃子で。はいはい、あれまず食べたいな。いや、すいません。なんかもう。<laughs> はい。遅い時間までお付き合いいただきました。東京餃子通信編集長の塚田良一さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 さあこのあとは慈系学園コムグループプレゼンツ「あなたの夢は何ですか?」です。 地形学園コムグループプレゼンツあなたのあなたのあなたの夢は何ですか今日は私花輪がお送りしますこの番組は毎回人生で大きな夢を追いかけている夢追い人を紹介しますあなたの夢は何ですか今日の夢追い人はこの方です初めまして 仙台デザインテクノロジー専門学校コミックイラスト専攻国分祐希ですはい、えー、国分祐希さんということでございますけれども、えー、今、えー、在学中で勉強中というね、はい、ことですね、えー、今おいくつになるんですか今年21位ですあ若いですね うわ、二十一歳ですか、まだ。出身は。出身は福島県です。そっか、じゃ、福島から。あの、まあ、こちらに引っ越してきてる感じですか。ねるばる。はるばる。感じです。ね、じゃ、これどのくらいですか、一人暮らしですか、今じゃ。そうです、一人暮らしでもう三年目。うん、まあ、慣れた感じですね。もうね。任せてください。はい、そんなゆうきちゃんですけれども。あの、いろんなジャンルがあると思うんですけども。あれですか、ゆうきちゃんは。 どんなジャンルのキャラクターを描くんですか。私はもうイケメンとか。はーはーはーなるほど。はい。と美少女とかそう若い人を描きたい、うん、っていうか描いています普段。ねえそうなんですでも昔から描いてる子供の時から。はい。もうちっちゃい時卵こっちめっちゃ描いてて。卵こっち。卵こっち超描いて。卵こっち大好き。はい。大好きです。でそっか。はい、それでもずっとじゃもうあの家の中とか学校とかでも描いてて。そうです。もう壁に描いてめっちゃ怒られたことあります。 えー、なんか,あれですかモデルみたいなのあるんですか、はい、誰かこの人が好きでいつも帰ってたみたいなたまごっち以外親が本当に漫画が好きで、うん、あのお母さんが「ドラゴンボール」めっちゃくちゃ好きで、はい、あの悟空めっちゃ好きだったんですいい、ね、でお父さんも絵うまくて、うん、お父さんいつも悟空描くぜとか言って悟空描いてて。 ほら、お父さんお母さん、極く描きます。なかなかいないですよね。もうヤバい家族だと。ヤバい家族。じゃピッコロとか描いちゃって。ピッコロ描いちゃってましたね。いや、俺もね、授業中極バカ描いてたね。こういう極髪の毛、髪がこういうね。難しいんだよね、極ってね。三十度ぐらいの角度ですよね。ねそんな極さんが通っている仙台デザイン＆テクノロジー専門学校。 えー、コミックイラスト専攻についてもう少し伺っていこうと思うんですけれどもねこの学校を選んだ最大の理由を教えてください。はい、とここに入る前に3個ぐらい学校を迷ってて、うん、絵描きたいなって思った時に何が必要かなって、うん、考えたんですけど、うん、やっぱり企業さんんととの連携をしていいいる学校が一番いいなと思ったんです調べていくうちにここの仙台デザインテクノロジー専門学校は、うん、あのいろんな業界本当に、うん、ゲーム会社とか本当にあと 出版社とかいろんなところと関わってて企業のプロジェクトとかも授業内に組み込まれているのでの人生経験になるなと思ってそのまま就職につながったりもするのでそうだよねはい、すごくいいなと思って選びましたああ、なるほど本当にそれこそ株式会社セガさんとかですね SAGA レスです SEGA よく間違えます佐賀でしたね俺のフルトでしたね SEGA の方であとカードゲームイラストとかの依頼を受けて学校側が生徒全員でやったんですけどそれも自分で考えて書いて提出したりして私はそれは違かったんですけど先輩がんかそのまま採用されてすごいねれたんだそのままゲームイラストに使われたりしてあと学校で使ってる本とかもあって絵上手い人だけが載る本があるんですけど。 はい、その本に2年連続載ってまして乗るのも難しいでしょ、はい、あれ結構そうですね本当に仙台港でも70人ぐらい出すんですけど、うん、その中で1人ぐらいしかいないんですすごいそ2年連続、はい、はあこれはぜひともちょっとね、はい、えー、いろんな業界の皆様 <laughs> お願いします。ゆうきちゃん素晴らしいので、はいお願いします。でも授業は楽しいですか本当楽しいですね。楽しい授業といえば何があります。楽しい授業私背景が苦手だったんですけど、先生がすごい教え方が上手い先生がいて、ここをこうすればすぐ描けちゃうよみたいな教え方する先生がいて、本当に苦手だったものがどんどんできる。じゃあ背景今ここはこうって具体的にどういうことですか。えっと遠くのものを書くときは。 こういうい角度になるるよよとかるあるんですよ、うん、人の目の見え方が結構あってアングルとかがあってここからこの辺から見たらこう見えるけどここから見たらこう見えるねみたいなそういう角度みたいなのとかすごいね、はい、そ,そんなイラストレーターという世界に目指してる人いっぱいいると思うんですけれども何、はいえー、かアドバイス,アドバイスあったらお願いしたいんですけども。はい えと諦めないで最後までやり遂げてほしいってところです、ねうんはい、結構途中で諦めてしまう人が多いんですけどこのイラスト系の業界っていうのは、うんえっと、きつくて、まあ、就職とか結構きつい業界なんですけど、うん、結構皆さん頑張ってやってる同級生とかもいるんですけど途中で諦めちゃって、うん、もうやらなくなっちゃってる人とかも結構多いんですね、うん、でそういう方たちもみんな目が死んでるので <laughs> <だ>。はい 目が死なないように頑張ってほしいですね。<laughs> 目が死んでる。<laughs> 諦めちゃったよみたいな顔してるので<ー>。はい、あんまり諦めないで、最後までやって。やり遂げてほしいなって思います、ね。目がキラキラ輝いてないと。はい。じゃあ、ありますか。そうです。でも、確かにね、ゆきちゃん輝いてますよね。本当ですか。うん、なんか、あの、子供の時に。お父さん、お母さんと一緒に、こう、絵を描いてたね。 そのまま大人になってる感じしますよ。はい、もう。精神年、ね、齢、ね、5歳ぐらいってよく言われます。<笑><笑> <laughs> でも、本当に、やっぱ、その頃に、あの、帰ってた。夢を描いた、まま、今もいるって感じですかね。そうですね。ちっちゃい頃から、ずっと変わってないので。はい。それが一番いいことですよね。はい。あ、でも、やっぱ、そのもこの学校に入ったからってのありますかね。はい。はい。ね。さあ、そんな。国分さん、これから、もっと大きな夢が。あるのでしょうか。はい、国分さん。 あなたの夢は何ですか私の夢はそこそこなお金持ちになってそこそこいい家に住むことですああでもリアルでいいですねはいもうリアルに生きていかないといけないそこそこというのはなんでそこそこなのいっぱいじゃないんだあんま大きすぎても掃除大変かなあお家がでかすぎても掃除するのめんどくさいし7部屋ぐらいだったら掃除機足りないなみたいなあなるほど何部屋ぐらい欲しいですかじゃ

実現させてくださいはいありがとうございますはいこの番組は youtube でもご覧になれますあなたの夢は何ですか pbs で検索してください今日の夢追い人は仙台デザインテクノロジー専門学校コミックイラスト専攻の勉強している国部結城さんでしたありがとうございましたありがとうございました 明日のカレッジちょっといいこと,ちょ,といいちょっといいことあったいいことちょっといいこと短歌お休み前のひとときちょっといいことで一日を褒めくくりましょう立教大学の学生たちとのコラボレーション企画「ちょっといいこと短歌」案内人のキリマンス塚本にきです 毎日のちょっとしたいいことを短歌という形にしてお送りします。 今日もたくさんのちょっといいこと短歌皆さんから集まりました一緒にご紹介してくれるのは TBS の斉藤慎太郎アナウンサーですこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますお願いしますお元気でしたか元気にしてましたおよそ1ヶ月ですねそうですね,ですね相変わらず筋トレの方も頑張ってらっしゃる、はい、相変わらず筋トレとちょっとダイエットを始めまして3キロほど落としました おお、はい、なんかいろいろ筋肉と脂肪のバランスがいろいろ難しそうですね。そうなんですよ。いろいろ大変ですけど。今日は餃子だったんですよ。いや、もう聞いてましたよ。<laughs> もうお腹空いてきちゃいました。ま、たでしょごめんなさい、ね。<laughs> まあ、あの、この話をじっくりアフタートークにでも、<laughs> もしよろしければしていきましょう。はいはい、いはい、お願いします。それでは参りましょう。まず、私からの一首。お花なはんさんの、ちょっといいこと短歌。番組が。 終わった後にコンビニへ行ってしまうよ今日の学部はほ<う>さては餃子だな <laughs> さては餃子を食べに行くな、ね、こんな時間に、ね、でもなんか最近冷凍餃子とかバカにできないぐらい美味しいらしいですみたいですねみたいですよでもねもうぜひ食べて 引き上がってくださいそうですね私は最近ちょっとあの夜食をやりすぎてちょっと今夜食自粛期間中なんですそうなんですかそうなんですはいどうでもいい話ですけれどいやでもね夜食ってちょっとちょっといいことじゃないですかかなりいいことですかなりいいことな後からちょっと反省するんですけどなるほど確かにそうですじゃあ斉藤さんからじゃ私いきますきなこもちこさんのちょっといいことなんか ありがとう言われたことにありがとう平凡な日々それが幸せなるほどなるほどまあいろんなことがある世の中ですが<ー>改めて平凡でいることが幸せとさらにはありがとうと言える気持ち <laughs> なんかしっとりとしますねなんか <laughs> なんでしょうね言っちゃえばなんだろう、ええ 当たり前のことって言いたくないですけれどうん、うん、結構意外と難しかったりなんでしょうねシンプルにありがとうにありがとうって返せない時ってありますありますねあ,<ー>、まあ、あと当たり前に言ってるありがとう当たり前に言われたありがとうが実は結構嬉しかったりするとうん、うん、ふと感じることが ありますからね,ねかそ,そういうことなんでしょうかね対等で尊重ある人間関係って感じしますねありがとうございます,いますじゃあ次私からチュン吉さんのちょっといいこと短歌開 <music> け放す窓の向こうに光る月月に見られて眠りつく我 あらいいですね明日は満月ですけれども,、はい、もう今夜もねすでにすごく綺麗なお月様がさっきねちょっと浮かんでたんですけれども。みたいですね。あと最近はねちょっとこう気温がこう、はい、あ戻ってきたというか湿度がなくてでもちょっとこう、ええ、心地いいちょうどいい感じだからこう窓 開けたままでもね、ね<え>こう気持ちよく眠れるかもしれませんね。ねなんか風のこう匂いというか、揚げ、はい、っぽいものもありますもんね。なんか春菊さんの短歌から、ちょっと私たちロマンティックな感じどんどんなってきます、ね。<laughs> <laughs> ちょっとかっこつけて、ね。に見られて眠りつくわれ。ーー素晴らしい。ありがとうございました。は <laughs> い,い、続いて私。カズピーさんのちょっといいこと短歌。ありがたい。 このご時世の駅弁フェア近所のスーパーグッジョブです,ですグッジョブですグッジョブですこれ駅弁というとやはり遠出しないとなかなか食べられないもの、ね、でも今遠出ができない中での駅弁フェア、うん、近所でちょっと遠くのものが食べられるというはいこれは確かにグッジョブですねいやーこれ頭いい人が作ったんでしょうね<あ>この企画は <laughs> ですねええ あとはそのご当地フェアとかもねお土産とかも買えないじゃないですかこういうのねどんどんあの近場で、ね、やってくれたらちょっとこう小旅行気分が味わるでしょうね,そうですねせめて食だけでも旅行すると。うん いう気分なんですなんかちょっと今日カッコつけてるな言い方かな,やめなかいやいやいやもう素晴らしいです <laughs> ありがとうございますはい。お、はい、次私から、はい、えこちらラジオネームひきこもり子さん15歳のちょっといいこと短歌不登校なった私に誰かしら授業ノートを届けてくれる 15歳のリスナーさんが参りました。はい、不登校中なんですね。もういいじゃん、いいじゃん、大丈夫じゃん、もう明日のカレッジにもう入学しちゃいな。そうです。加入しちゃいな人日質問。できますから。毎日勉強できます。餃子は誰よりも詳しくなったと。思いま餃子から学ぶ。もう世界歴の世界史も地理も。栄養学も学べちゃうきっと。はい。そうです。まあ、でも、そんな彦森子さんに授業ノート届けてくれる人がいるっていうの。 なんか気になりますね。うん、まあ学そうですね。今学校に行けてないということですけど、うん、まあ学校にちゃんと仲間というか親身、うん、になってくれる人もいるんだなというところでしょうね。えー、うねまあ程よ、はい距離感でね、いいまあ何でしょう、ね、学校との関係、うん、見つけられるといいですね。すねはい、また送ってください。ありがとうございます。はい、はい、お願いします。はい、では私チャリンコサトさんのちょっといいこと短歌。 電気消し、親、部屋の中、明るいぞ、窓の外には、まん丸の月。これをまたね、わかる。特に今日とかね、そ<う>今出てると思いますけど。うんなんか やけに空明るいなみたいな時たまにあります,もんねありますよね、ええ、なんかそういう時って、街灯全部消してほしいって、<laughs> 勝手に思っちゃうんですよ、かりますちょっとでいいから、ええ、この満月の光というものを、なんかリアルに経験してみたいって、すっごいなんかもう、山の中まで行,かないい行けばね、できるかもしれませんけれど。そうですね、東京 まあ特にガイド多いですし、うんですね、いろいろな光がありますんでね,ね<ー>こういうのもなんかこう消してみてわかるもんですからねいいですね本当になんかもう見守れてる感ありますよね明るいお月様ってですねありがとうございます,いますでは私の方から、はい、ええー、旅猫さんのちょっといいこと短歌です十十十。 今夜のディナーは焼肉三昧いやいやいや、うん、そ,うそうですね <laughs> ちょっといいことじゃないかもしれないめちゃくちゃいいこと単価ですよこれはんだろう嬉しすぎてあの言葉にできないってやつかでもちゃんとコ一イチゴおいしい思っ,ってますからね やろうと思えば絶対銃じゃなくてもね、牛でも何でもできると思いますけど。牛ね。えでも、いいですね。でも、やっぱり、この、ね、あの、しつこいぐらいの、この。焼き加減の音が伝わってくるから、これはちょっと悔しいけど、あの、ありです。そうですね、喜びが伝わってきます。そうですね、お腹。言葉はいらないですね。ね、言葉。言葉はいらない。ありがとうございます。ありがとうございます。 はいいお願いします私のになりますかね、これもう自分のですよね。ははい、斎藤慎太郎アナウンサーのちょっといいこと短歌、はい、今週はちょっとですね、あの先週は比較的、こう共感していただけない部分があったと思いますんで、はい、ちょっとまあ、皆さん分かるかなというところで、先週、プロテイン、プロテインのこと言ったんですけど、ですね、まあちょっとね、わかんない方もいたと思うんで、はい、これでお気に行きたいと思います。ははいお願いします、はい 帰り道、惣菜コーナー立ち寄れば、ちょうど貼られた割引シール。イエス、これですね。ねわかる。はい。これは誰もがわかるはず。ですですよね。はい。ちょうどこう、二十一時から二十一時半くらいにスーパー立ち寄ると。うん、おばちゃんがシール貼ってるわけですよね。あ、出た、出た,でたって。あ、お寿司の惣菜行きたい、おばちゃん貼ってくれ。 貼ったよしみたいなよしみたいな <laughs> そうそういう時ってあの自分で持ってってこれはできますかって言ったりしますしますねしちゃいます、ええええ 私の自信もしてましたそれマジでそれで入っていいよーって言っていいよーってあーありがとうおばちゃん30%引きって全然違いますからね千円が七百円ですからそうですよねあってますよね目の前でね目のあってます目の前でそれね目撃するとなんかもうまさに神タイミングですよめちゃくちゃいいちょっといくとんかありがとうございますこのままのプロテインのも良かったですよ本ですか大丈夫ですかじゃ 次はそっち系でいこうかなもう全然もう好きなように当然 <laughs> <はい S 1> 今週も皆さんからの素敵なちょっといいことありがとうございましたえ毎週月曜日の「明日のカレッジ」では皆さんからのちょっといいこと短歌をご紹介していきます私も参加したいという方は「ハッシュタグちょっといいこと短歌」「ちょっといいことはひらがな」 単価は漢字こちらをつけてツイッターまたはインスタグラムに投稿してくださいまた明日のカレッジの通常のメールアドレスファックスでもお待ちしております来週のちょっといいこと単価ですがこのね食欲の秋ってやつにちなんで、うん、食べ物にまつわるちょっといいことを募集していますあ<ら>まあねあの今,日今週もありましたけれど来週はもう食べ物に もうちょっといいこと短歌、もうこれというやつをぜひ、ねね、送ってください。お待ちしております、はい、ということで来週は食べ物にまつわるちょっといいこと短歌です。また来週 キニマンス塚本二木が赤坂 TBS ラジオのスタジオからお送りしましたラジオと YouTube ライブの明日のカレッジクローズのお時間となりました、えー、この後 YouTube の方で斉藤慎太郎アナウンサーとアフタートークしてね餃子の話でもしましょうかねはいお時間ある方はぜひお付き合いください明日火曜日は明日の食べる学部をお届けしますはいもう今週は食べ物三昧です 新米が美味しいこの季節おにぎりに迫ります講師は米どころ新潟にお住まいの料理研究家佐藤千佳子さんえさらにテーブル4ー,ーが展開するおにぎりで世界を変えるおにぎりアクションもご紹介しますぜひお楽しみにそれでは明日のカレージ今夜のクロージングナンバーですきのこ帝国 金木星の夜また明日お会いしましょう !See you tomorrow! Bye bye! お疲れ様でした。はい、放送作家の東郷さん。はい、お疲れ様でした。はいありがとうございましたー。いやー、ちょっと責任取ってください。お腹空いて。ます僕もお腹ヘコヘコ,ヘコですよ。<laughs> あんな内容で。なんでしょうね。餃子なんて美味しそうだよなた。ただでさえ餃子って美味しいじゃないですか。うん、あんなにこと細かくいろんなこと説明されたら、それ食べたくなりますよ。そうね、お腹減っちゃうよ。そりゃ。結局なんだろう。なんかその。食感。 なんだろう私あし油油と炭水化物とあとまあお肉的なあの餡とまあ野菜もあります野菜もねあのそのまあシャキシャキはいちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってどうですかはいああもうハッピーバースデーイアニーサー長め ハンフィンバースデおめでとうございますすみません、とりあえながら私が乗ってこさせていただきましたありがとうございます誕生日です誕生日ですかはい。何が起こってるのかわからないと言って今ら誕生日ですそうかそうかそうかつまり誕生日これはもう youtube だからそうか音声音声じゃないから映像映ってるんですねそうだそうだそうだ

いやちょっともうも、とういはい、えー、ぎょ今餃子の話をしたんですけど、なんかもうこれで、もう <laughs> これでいいですか餃？餃子じゃなんでもケーキでいいです。餃子の後のケーキみたいな。はい、<laughs> 餃子の後のケーキいーだ。えというかめっちゃおじさん,なんだけどい、ね、ないこれ。てっぺんに乗ってるのはこれなん？何で,です？メロン。メロン。 メロ,メロンのケーキだよ。贅沢な。ちょっとこれなんだろうカメラに向けたいけどちょ怖い。ね、怖い角度<い>角度つけるのがあお願いします。ちょっとアップでアップであのしずる感出 <laughs>、まあ、してしずしずる。あじゃあもうあの写真撮ってあれで,後であ,とあ,あとで、ね。あとででいやあすごい。いやあもう泣いちゃうよ。

ありがとうございますおめでとうございますい,いとおかしいいおかしい素晴らしいはい,はいえっとですね、はい、えっとあのなん,なんの話だったっけいやお誕生日です、ね、<laughs> 日 <laughs> おめでたい日に <laughs> い私 させていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、もしよかったらのお持ち帰り。たぶん今この時間ケーキとか食べちゃうとあれじゃないですか？筋トレ的に。まあ、あまりこの日はチートですよ。チート。この前ほら、何だっけ？あの、ま、ま、マリマリトッツォ。マリトッツォ。マリトッツォなんか一口だけそうですね食べたって話したから、あ、じそこも結構その。 じ自省されてるのかなみたいな <laughs> 一口だけならいけるかなみたいな一緒食べました <laughs> 後ではいあのすいませんありがとうございますはい <laughs> あのまあねちょっともう大人になったらほら、はい、もう誕生日なんてもうただの日じゃないですかちょっとこうそうですかあんまりなんだろう、はい、あんまりこう私今日誕生日とかなんかこうまあ年相う っていうね言葉も嫌いですけれどねあのあはいはいみたいなでもやっぱりあのまあ祝っていただけると普通に嬉しいですやっぱりったです、ね、こういうのはねはい、はい、そうなんですよはいあの別にあのうん、うん、年齢はあの隠す主義ではないのであの まあ三かける二十、三かける十になりました。三かける十になりましたので。はい、あの今年もいい年にしていきたいと思います。ぜひ。はい。そうなんです。はい。餃子の話。餃子ですね。ここから。餃子いきましょうか。あ、今日、今日、今日聞いてくれてました。聞いてました。聞いてました。ありがとうございます。なんかもう。いいですね。餃子の歴史と世界が。 本当にワールドワイドでねなんか西の方なのに名前も似てるみたいなそうギューザギューザアブアゼアゼルバイジャンアゼルバイジャンギューザことあります？そうねあとまあ他の国もねはいウクライナヴァレニキうんヴァレニキ気になるな。 ね、あとなんかジョージやヒンカリとかありますけれど結局なんか全てに共通するのはその小麦粉で練った生地に包むですよね。ですね。でもなんか小麦粉を美味しく食べるためなんですよね、うん、って言ってらっしゃいましたよね。そそっ,ちなんだって言ってらっしゃいましたよね。 まあどっちも必要じゃないですか、はい、皮がない餃子も嫌だしあんがない餃子も嫌だしです、ね、肉だもんってんです、ね、<laughs> そうですよねカレーパンは餃子だけどっていう説もありましたけど <laughs> ちょっと待ってよそうなるともう何でもね何 <laughs> でもなっちゃいますもんねそう言ったらもう何だろうあんどうなんてったって餃子さんみたいな何かに包まれていればもう餃子になっちゃいますね, <laughs> ね子供の頃なんかお家で餃子とか作ったり、えー、食べたりしましたあのー 結構僕大好きで母親が作ってくれてたんですけどもう歯止めがかかんなくなっちゃって好きなだけ食べて食べ過ぎて吐くっていうのが恒例になってましてえそれ小学生の頃とかそうですね小学校低学年とかもっとちっちゃい頃ですけどあかわいいまたねちょっと汚い話しますけどそう臭いんすよ ちょっと、そ,<う> <laughs> そこまで、そ,うそ,うそこまで具体的にそうなんですよ。はい、だからね。あのー、え、それもあれ、あれ、のー、あの、やっぱり小さいから、もう。 いきなり、何の、何の、あの前触れもなく。いや、そうなんでしょうね。あんまりうわ。そう、あんまりこう、詳しい曲ないんですけど。<laughs> も,うもうなんか、餃子食べ過ぎて、吐いているっていう、記憶だけがあるんで。<laughs> はい、そうなんです、ね。えー、それで、餃子はトラウマにならなかったんか。ならないです。もう、大好きです。今も, <laughs> もう。いくらでもいけますから。今、え、い、あ、そう、また、危険、危険。あ、そうですね。は、大人にね。<laughs> いい,いい年でされてたからそこはちょっと歯止め、ええ、歯止めをね、まあ、でも、歯止めつけてるからね、はい、もう筋トレとか週3日今も週3日行かれてます今もう4とか5になってますね最近 <laughs> 私なんか逆に本当に最近ねもう全然行ってなくて、えー、ジムから自分のインスタの DM にジムの人が「はい、ミキー、how are you?」って感じで <laughs> あの英語なんで。 そろそろ来ないのかいという。そうそう、どうしたんだい、二木<の> <laughs>。あの、まあ、誰だってたまには人生忙しい時期もある。うん、僕らは理解してるよ。いつでも戻っておいでっていうね。<laughs> DM がね、一緒、えー、に来てましたね。ごめんなさいっていう。行きたいんですよ、行きたいけど。えー、なんか、こう、行かない時期が長ければ長いほど。なんか、はーい、二木、どうしたんだいっていう。<laughs> あれがちょっと、なんか。こ、怖くて,て。圧力かかってますか。 ちょっっとビビりが入てますすねねくなないでもうんかハイジェイソンみたいな感じでジェイソンじゃないけどマイケルマイコーマイコーマイコマイコーみたいそんな感じでちょっと取り戻したいなという一回習慣づいちゃうといけるんですけどねまたこれ間が空いちゃうと戻すのが難しいとそうまあまあちょっとね具体的な話してもしょうがないんですけどオードリー・タンさんのインタビューを少し前にやったんですよその前後で めちゃくちゃゃく忙しくてそれでちょっとこうああ今週もいけなかったーっていうのがどんどん続いていくうちにあとあのワクチンの2本目も打ったんですね打ちましたかでそれでちょっと副反応でもうダーってなっちゃってでああちょっと今週もちょっと無理ーってまあ要するに甘やかしすぎてんですよね自分もんかそういう時ってないですかありますよそういう時らどうやってこうなんか自分にピンタするとかなんか。 モチベーション上げるためにできることってもうとりあえずジムに行くことですか、ね、<laughs> だからだ,だからだからそうじゃなくて <laughs> 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 なんだろうあでもここ多分もう思考回路がちょっと違うんでしょうねもうあのやらなきゃいけないで仕事って、はい、あ来ないきゃいけないじゃないですか怒られるからね怒られるし、まあ、来たら仕事するじゃないですか、はい、眠くても疲れててもそうですね ジムに行ったら、はい、トレーニングするしかなくなるんで辛い時こそうん確かにね、えー、というそうかうん <laughs> そういうもんかそう,いうそ,うそうですね私が今日ジムに行かなかったらすごく大変なことになるとかなんか多分それぐらい追い込まないといけないのかな,あなるほどそれかもう考えることやめるとかね なんかそのよくその例えばその冬の寒い朝「ええ、ああ起きたくないお布団履いてたい」とか「あと5分」とかじゃないですか、うん、そういう時ってもう私はもう考えるのをやめるってもう「私はロボット!」ってもうなんか言い聞かせて「ほうほう私は今から感情をなくす」みたいな感情をなくしたロボットになるんで。 だからその寒いとか眠いとかだるいとか疲れたとかそういうのを一切こうもうシャットダウンするんです。<う>でもうなんかミッションは起きて着替えて外に出るみたいなあミッションに切り替えるんですね。兵隊みたいな その兵隊さんってもうなんか自分の感情とか関係ないじゃないですか、えー、行けっていろいろ行くじゃないですか、えーえー、そうですねそ,うそれぐらいにちょっとねあのミッションバトルモードに切り替えないとね <laughs> <laughs> そんなことすらできなくなっちゃういやーうまあでもこれから冬場の朝はきついですねうもう徐々に気温も下がってきて <laughs> はいやだーねえ<ー> <laughs> やですねやだよーやだよーう、ね、もうあ,あのー。 寝袋に入ったまま歩くやつ、着る寝袋ってご存知ですあの足,足がついてるんですけど、足っていうか、そうなんか人型の寝袋ではい、はい、もうあの、多分そのキャンプとかにね、うんまあ、あれもともと持っていくんでしょうけど、はいはい、全然キャンプしなくても、普通にあの自宅で歩く寝袋スーツ着て、でもうなんか。 幸せに生きてるような人たちの広告がやってるんですけど、まあ広告ですからね。それは当然幸せそうだろうって思ったんですけど、あれよね欲しくなるんですよまあ冬に。そうなんだ。これ本当に人の形してる。Amazon いくらですか？あ、四千九百六十四円。あ、意外に寝袋ってなんか。人型シュラフ。ああでもこれこそ人をダメにするなんちゃらだな。確かに。そうなんですね。どうしました私が本当にこれきてここまでやってきたら。 あの悪くないですけど、うん、すぐ汚れますよああですよね <laughs> 確かにいろんなところにね洗いにくい あと靴履けないし。外出は考えない方がいいです。タクシー呼んで、もうなんかその。すごい目で見られると思います。そうですね。ちょっとご近所さんに何と言われるか。そうですね。わかりました。ちょっと大人になります。そう、今日の餃子の話でね、ちょっとなんか思い出したんですけど。まあ、全然なんかニュージーランドの思い出話で、特にオチはないんですけど。 まあ自分が住んでたオークランドっていう町あって結構その,アジア系の移民が多いんですよ特にねそのオークランドにあのまあ集中しているところもあってでまあそのいろんなそのアジア料理とかもねあの楽しめるお店あるんですけれど何か何年か前に私がこう帰ったらそのなんか友達グループが「今夜」 オークランドで一番うまい餃子の店に行くんだけど、まあそのダンプリングって言ってて、ダンプリングダンプリングって言うんですよ。まあダンプリングっていつももうもう饅頭も餃子もシュウマイもダンプリングだと中が具がなくて団子だけの状態もダンプリング。なるほど。あちょっと餃子にもうちょっと広い概念。そうそうそう。お団子もお団子もシュウマイも饅頭も餃子も全部ダンプリング。ええ。何あれイギリス英語なんですかね、ダンプリング。 そうなんかこう、例えば、そのなんかなんかぽっちゃりした赤ちゃんに、なんかダンプリングフェイスとか言うんですよ、なるほどおーキュートダンプ,プ,ニプリプグプププ、シューマイみたいな顔みたいな、ダンプリングフェイス、えー、そのダンプリングが一番うまい店に、あの今夜みんなで行くって言って、うんで、そこはね、深夜2時までやってて、でこれって結構、ニュースなランドでは珍しいんですよ。東京だと当たり前ですけれどはいはい、はい ニュージーランドって私が子どものかまあ今でもそうですけれど夕方5時に店が閉まっちゃうの普通にあるんでもうワークライフバランスもなんならライフの方がもうが最優先みたいな感じでご飯は家で食べろとそうなんですねまあもちろんご飯屋さんはねあの夜までやってますけどまあそのなんかショッピングとかしたいなって思ってももう6時になったらいや買い物なんて言ったら。 なん,なんで家に帰らないのみたいな感じで、えー、結構その観光客が集まるところでもそうなんですよねエリアによってはだからその深夜2時までまあ餃子とか中華料理が食べられる店があるっていうのはすごい驚いて、うん、でみんなで行ったんですけど、はい、でそのグループの半分のメンバーがヴィーガンだったんですよおーおーつまりその動物性一切食べないね そのだからもう乳製品も卵もあとお肉お魚も当然食べない、はいね、けどその人たちが食べられるめちゃくちゃ美味しい餃子の店が深夜2時まで開いてるっていう結構あの興味深くてビーガン用のギョーザで<ん>で,で、うん、全然その専門じゃないんですよ、はい、まその中華系の人たちがやってる店なんですけどあのビーガンの餃子もあるし、うん、普通にお肉が入ってる餃子もあるみたいな。 でそこなんかメニューにこうなんか V みたいなマークがあってでそれで基本水だったかな水だったと思うんですけどであの水魚ビーガン水餃子なんか50個みたいな感じでサイズ的に言うとどうななももんんでですかあでもそんな、まあ、普通の日本で食べる餃子とそんな変わんないんですけれどちらっと見たらその、まあ、家族経営のお店なんですけど。 まあよくあのこう中華系お店あるあるなんですけど子供たちがこう宿題してる子もいればひたすら餃子作り手伝わされてる,る多分そのお店の子もいたりしてあここはガチの店だってなるほどなるほどそでそれでそこで食べたビーガン餃水餃子永遠に食べられましたね <へー S 1> 永遠に食べたかったですど,どういうものが入ってるんですか,かやっぱりその多分餃子とあのレタスとか あと豆腐的なたぶそそんかための豆腐とかあとなんだろう多分まあその香辛料的なでもんだったのかな言われてみればあんまり多分そのあのフェイクミートなんか台湾とかって仏教仏教徒の人たちがお肉食べない文化も止まれますから結構その味がしっかりついたフェイクミートって昔からあるんですよ。うん そうういの入れてたのかなって思うんですけど今なんか大豆ミートとかいろいろありますもんねあそう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 なんですよ食べたことあります大豆ミートですか大豆ミートありますあります肉ですよねうん当にんか最近普通にコンビニとかでも売ってたりします大豆ミートのなんちゃらみたいな自分が働いてたっていうかアルバイトしてた居酒屋でマー麻婆豆腐があったんですけどそこに肉入れてたんですよ で最後やめるときになってこれ大豆ミートだったんでって知ったんですよ、えー、それまでずっと作ってても食べてても気づかなかったですえそれメニューには大豆ミートって書いてあるんですか書いてあったんでしょうけど僕キッチンなんでそんな詳しく見てなかったんですよ <laughs> あ,、はいはい、あこれ大豆ミートだったんだっていうへえー、面白ー、はいでも普通に食べたりしてたんですかでも食べてました食べてました、はい、全然わかんないですわかんないですよね、はいだって 私もどっちかというとお肉はそんなに食べない方なんですけれど、はい、なんかお肉があんなに美味しいのって味付けが結構大半を占めてるんじゃないかなって思うんですよ。それはある,あると思いますよ、うん、だって全く味付け何もしてないタレも塩も何も振らない状態の生肉10焼いただけでまあ本当に美味しいものもあるかもしれませんけどやっぱりそこにタレだのいろいろ。

結構もういけちゃうんじゃないんですか、ね、そうですねので肉のやっぱ食感風味あとやっぱタレとのマッチ度とはタレがよくできてるんでしょうね,ね確かにそう言われますとそう,す、ね、そうかもしれませんねちょっとねあ私も以前から興味はあるとこなんで、うん、ねあのいつかその 大豆ミートとか、まあ、その代替肉って呼ばれてますけどね,ね、えー、代替肉のお話とかちょっと探ってみるのも面白いかもしれませんねいいですねです食べ比べとかしちゃったり、はい、してみたい、ね、それこそあの赤坂すぐそこに、うん、あの餃子専門店のお店あるのご存知ですか真横ですか そそううマクドナルドの近くに行ったことないですけどそうなんかすごくこう「あのヘイカモン!」って感じの外観ですけどねああそうですね外観そうゃすねおしゃれな外観ですけど餃子なんだって僕も思いましたおしゃれな餃子レストランがあるんですよねあそこで私あのテイクアウトで一回買ったんですけどお弁当をあのテイクアウトメニュー見せてもらったら普通の餃子弁当とヴィーガン餃子弁当っていうのがあって。 やっぱあるんです、ね、ちょっと気になるからちょっとこっちでいったらあビヴィーガンでいったんですかヴィーガン餃子弁当いったんですけど全然普通に美味しかったですあんまりこう変わらないですか普通の餃子とまああのお弁当だからそのなんだろうなんか熱々っていう感じじゃなかったんですようん、うん、食べた時にはね、うん、だからちょっと本当に食べ比べっていう感じではなかったんですけどまたそのうち行きたいなって思い,まいやいいですね、はい、ちょっと僕も気になるんではい 聞いてみよう。はい。ありがとうございます。もしよかったらケーキ一緒にケーキね。はい。まあ今日もえ明日のカレッジ月曜日恒例のちょっといいこと短歌を一緒に読んでくれました斉藤慎太郎アナウンサーでしたが最近お仕事忙しいですか？最近はまあそうですね。10月からちょっと変わることもありますんで番組とかが今後に こうご期待って感じですかね。期待はあんましない方がいいかもしれないですね。応援してます。ありがとうございます。ちょっと慣れないこともありますんで、徐々にこう慣れていけたらいいなという感じでございます。さらなる高み、新たなフィールド、頑張っていこうと思います。頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。